はい、ただいまから知事の定例会見を始めます。はじめに知事の方から話題提供がございます。おはようございます。今日もよろしくお願いいたします。キリンガプールが始まりました。私も初回、見ましたけれども、鉄砲の伝来とか、戦火戦乱に苦しむ人々の生活だとか、室町後期から安土戦国の時代に移り変わるその様子が近江の地も含めて、表現されていて、とても今後の展開が楽しみだと思いました。多賀ではパブリックビューイングが開催されたということで、多賀町のサメですか、重兵衛、屋敷跡があって、明智光秀出生の地ではないかという、そういう説も地域の皆様方が掘り下げて研究中でございます。高島市の後川田中城にも明智光秀はいたのではないかという説もございますし、比叡山との関わり、焼き討ちの時はどうされていたのか、何より本能寺の変はなぜ起こされたのかなど、非常に今後の展開が楽しみですので、注目して見ていきたいなというふうに思っております。個人的には西教寺は私もゆかりのある寺であり、広告人と共に眠られているということでありますので、そういった夫人との様子がどうだったのか、三男四女を設けられたと伝えられておりますが、三女玉ですか、細川ガラシャの生涯育ちがどうだったのかなども興味を持つところでございます。いずれにいたしましても、話題満載だと思いますので、注目して見ていきたいと思います。また大津市長選挙が行われ、佐藤さんが新市長に当選されました。心から祝意を表したいと思います。またそれぞれ退路を断って今回立候補されたご両名には敬意を表したいと思います。新市長ともしっかりと連携をして、大津市、滋賀県、地域発展のためにお互い力を尽くしてまいりたいと思います。投票率が 40% を下回る 39.77% と、もう少し上がるかなと思っておったのが定位となりましたので、心配しています。このテーマにつきましては、この点については私自身もどのようにこういった市政、県政、行政に関心を持っていただければいいのか、いたずらに注目を集めるがための例えば定率だとか、何かパフォーマンスというのは好むものではございませんけれども、有権者、市民、県民の皆様方のご関心を挙げていただく処方策については引き続き検討してまいりたいと思います。それでは話題を3点資料に基づいて私から申し上げます。まず1点目は近江鉄道についてでございます。昨年11月に設置いたしました近江鉄道沿線地域公共交通再生協議会においてですね、近江鉄道の沿線住民及び利用者等向けのアンケートを今週末から実施することになりました。このアンケートは今後協議会において将来の近江鉄道線及び県東部地域の公共交通のあり方について議論を行う際の参考とするとともに、アンケートを通して沿線地域の皆様にこの課題に対する関心をさらに高めていただき、沿線地域全体で課題解決しようという機運を醸成することを目的としております。対象は近江鉄道沿線5市5町の住民7000名の方々、中学高校大学計17校、事業所23社および鉄道利用者1000名でございます。設問内容は、お手元に資料が配られていると思いますが、対象者によってそれぞれ設問の内容が異なっているということでございますが、近江鉄道や公共交通の利用状況、近江鉄道への期待など、地域の移動実態や近江鉄道の必要性を確認するものが中心となっております。また、事業所及び学校につきましては、アンケートと合わせてヒアリングの調査も実施いたします。
地域公共交通に対する要望や提案についても丁寧に伺ってまいりたいと存じます。アンケート結果をできるだけ速やかに分析いたしまして、2月下旬には速報版を取りまとめる予定でございます。今後、自宅、学校、事業所、駅等でアンケートの協力要請をされた際にはぜひ回答にご協力をいただきたいと思います。2点目は県庁で実施いたします。令和2年4月から実施いたします柔軟な働き方に係る取り組みについてでございます。県庁における健康経営を実践する取り組みといたしまして、勤務場所や勤務時間のさらなる柔軟化により、職員個人の事情に応じて働き続けられる環境の整備を行います。それを施行してきました。まず1つ目、大きく3つあるんですけれども、1つ目は在宅勤務制度の拡充についてでございます。これにつきましては、在宅勤務制度がこれまで以上に柔軟な働き方の選択肢の1つとなる環境づくりを推進するため、対象職員を現行の育児・介護を行う職員、長時間通勤、その他所属長が認める職員から、すべての職員に拡大いたします。また育児介護を行う職員につきましては時間単位での実施も可能といたします。2つ目、時差出勤制度の本格実施につきましては、長時間労働の是正などを通じてワークライフバランスを実現し、職員が能力を最大限発揮できるよう環境づくりを図るため、すべての職員を対象として時差出勤制度を実施いたします。昨年10月に実施いたしました試行、試しに行う試行における利用者の意見等を踏まえまして、蚊帳で遅出できる時間を拡大いたしましたほか、実施単位を1日単位、申請手続きを原則として、2勤務日前、とすることで、より柔軟に時差出勤制度を利用できるようにいたします。最後3つ目、子育て支援時間の導入につきましては、今申し上げた柔軟な働き方を進めつつ、職員が子育てしながら就業を継続できる環境、いわゆるセーフティーネットの整備を行うため、現行の部分休業に準ずる新たな休暇制度である子育て支援時間を創設いたします。ここについては資料の裏面に詳しく他の制度との違い等も書かれておりますが、子育て支援時間は小学校1年生から小学校3年生までの子を養育する場合に、1日を通じて2時間を超えない範囲で取得することができる無給の休暇として設定いたします。子育て支援時間の創設には勤務時間条例の改正が必要でありますことから、2月定例会議において条例改正案を調整してまいりたいと思います。職員団体等とも意見交換の中で強く要望されている制度でもございます。最後になりましたが、さらなる勤務時間の柔軟化のため、来年度からフレックスタイム制についても先行実施権の状況等を踏まえて検討を行うことといたします。これらの取り組みは、例えば子どもが小学校に上がることにより育児と仕事との両立が困難になる、いわゆる小1の壁対応にもなるものと考えており、職員がそれぞれの事情に応じた働き方ができる県庁を目指してまいりたいと思います。小泉環境大臣が、育児休暇を取られる、私はいいことだと思います。リーダーが率先してそういう休暇を取られる、このことは大いに歓迎したいし応援をしたいと思います。同時にリーダーは職場等において社会においてさらに取りたい人たちが取れる環境を作り、今まで選択肢になかった人たちが選択肢に加えられるような、そういう制度づくりにより努力をすることも合わせて求められるのではないかという考えもあり、この度の発表とさせていただきました。引き続き不断に制度改善に努めてまいりたいと思います。最後は滋賀県立是々高等学校において文化財に関する連続授業を県と教育委員会と連携して実施いたしますのでご案内をいたします。来週1月29日水曜日から是々高校の美術選択の1年生計113人に向けて全5回の文化財に関する連続授業を実施いたします。
平成31年4月に文化財保護法が改正され、文化財の計画的な保存活用の促進が図られています。県は現在パブリックコメントを実施し、今年度の策定を予定しております滋賀県文化財保存活用大綱におきましても、教育との連携、若い世代への啓発について記載をしているところでございます。高校と連携しながら高校生に向けて文化財に関する授業を実施することで、将来の担い手である若者の文化財への関心を高め、理解者の裾野を広げてまいりたいと思います。私の時代にはこういう授業なかったので羨ましいなと思っております。授業内容は資料提供記載のとおりでございますが、1回目は高校周辺の文化財のビルドワーク、2回目は文化財についての座学、3、4回目は文化財の活用についてのグループワーク、5回目はグループごとの発表となっておりまして、5回目、2月19日水曜日、4限目の授業には私も行かせていただいて、生徒の皆さんの考えた文化財の活用に関する発表を現場で伺いたいと思っております。滋賀県の宝である文化財を未来に継承していく取り組みを推進していきたいと思います。今回の授業はその取り組みの一つであり、ぜひ積極的にご取材もいただき、県民の皆さんの文化財への関心も高める一助となればしていただければ幸いでございます。少し長くなりましたが、私は以上でございます。はい、ただいまからご質問をお受けしたいと思います。はじめに幹事さん、お願いいたします。幹事社の産経新聞の大島と申します。よろしくお願いします。幹事社から2点あります、はい、まず1点はですね、大津市長選についてなんですけれども、はい、まあ、先ほども、少し言及ありましたが、はい、一連の選挙戦とですね、あと結果を踏まえて、まあ、知事のですね、ご所感とですね、あと今後力を連携して行く部分とありましたが、具体的にどういう部分連携して力を入れていきたいかということを教えてください。選挙結果詳細について私がコメントをできるほど情報を持ってないんですけど、佐藤新市長が誕生され、25日からですか、任期を迎えられるということですので、しっかりと連携していきたい。とりわけ、まあ、佐藤氏とは県議会でも論戦を交わした中でもありますので、また世代も近いということでございますので、議員と違って首長は孤独ですので、そのあたりの実感を共有しながらですね、まあ、ある意味では悩みも相談し合いながら、市政、県政、課題克服、可能性選手のために協力して頑張っていきたいと思います。佐藤さんは、例えば大津市民病院の運営の問題ですとか、中消防署の老朽化対策ですとか、あと文化館の課題等についても言及をされておられます。また中心市街地の活性化ですとか、さまざまオリパラ、ワールドマスターズ、国体に向けたさまざまなイベントもございますので、またマイス、大きなコンベンションをぜひ大津にしていきたいというようなことも、ご発言なさっておられますので、ね、これらの課題というのは、まあ、現在進行中で検討している課題もございますが、大津市ともしっかりと連携しながら、まあ、ある意味では協議しながら進めていかなければならないテーマだと思っておりますので、まあ、もちろん市長は市長の立場でおっしゃるとは思いますが、県政もよくご存知の佐藤新市長とより胸襟を開いて話ができればと思っています。あともう1点なんですけれども、はい、国スポの、はい、ラグビーの、はい、会場地の問題なんですが、はい、まあ、先週の市長会の方で、はい、新しく県の方で主体的に運営準備するという提案をされましたが、はい、ここに至る経緯とですね、あと、まあ、今後他の自治体から、まあ、今回の決着についてですね、まあ、いろいろ意見があったようなんですけれども、
今後またそういう例外的な措置があり得るのかとか、そのあたりお願いします。まず第79回国民スポーツ大会、この正式競技の競技会場を基地の選定につきましては、34競技のうちまだ決まってないのが7競技ございます。これらを鋭意決定できるよう開催市長となる自治体との協議を順次進めているところでございます。うちラグビーフットボールの会場につきましては、私ども希望が丘文化公園で、やりたい、ここが唯一の会場であろう、県外開催は考えていないということで、当該安市と協議してまいりましたけれども、ご理解が十分得られない状況下で、我々としても検討いたしまして、関係市長の協力を仰ぎつつ、県が主体的に準備運営を担う、また未定の一つの競技がありますボーリングにつきましては、複数市町が関わる開催とし、これは具体的には彦根市と犬上三町、豊里、甲賀、多賀が協力しながらですね、円滑な準備運営が図られるよう、こちら県も準備運営に関わる。この2点につきまして、先週17日に行われた臨時市長会議に諮らせていただき、その前段、町長連絡会議においても、お諮りをしたということでございます。さまざまなご意見、いただきましたけれども、おおむね了承が得られたのではないかと考えております。2024年、令和6年と時期も迫ってきますのでね、まだ決まってないところについては、できるだけ早く決められるように努力をしていきたい。またなお、今回、関係自治体の副議長の一定の理解を得られましたけれども、正式な手続きは開催準備委員会等で行っていくことになりますので、そういった事務手続きをできるだけ円滑に進めていくということになると思います。はい、では、その他ご質問いかがでしょうか。すみません、朝日の水です。はい、お世話になります。先週から来てますけど、今の流れで、ラグビーの件なんですけど、これは例外的な措置ということでよろしいんでしょうか。何が例外的か、これまで言ってきたこととやってきたことと違うといえば、これまでにない措置なのかもしれませんが、これまでの経過を踏まえて、開催地を決めていく、またしっかりと運営していくための知恵として提案をさせていただきたいということで、完了みたいなお答えですけど、これまでにない知恵だから例外的なんでしょうけど、今後はこういうこれまでの原則にとらわれずに、残りの競技会場についても検討していくという、そういう理解でいいですか。これまでの原則というのがどの範囲までを指しておっしゃっているのかということを思うんですけど、前回大会開催させていただいたのが昭和56年、50市町村あった時代、その後人口も増え、その後減少局面に入って、また市町村合併も進んできた、この令和の6年に開催させていただく国民スポーツ大会が、どのような実施、運営、すればいいのか、ここにはやっぱり相当知恵と工夫努力がいると思うんですね。したがって、今回は開催地のラグビーとボーリングについて、このような提案をさせていただきましたけれども、今後も状況を見ながら、自治体ともしっかりと協議をしていきたい、また、より良い方策を見出していきたいと思います。とりあえずは原則としては、地元自治体が主体となって運営する、やるということですけど、はい、それにはとらわれないという理解でいいんですか。原則はやはり原則として大事にしたいと思います。しかしその原則の中で、複数の競技を担われる、または
タイトルである場合、また人員的にも困難が予想される場合については、これは例えば隣接しましての協力ですとか、大泉自治体である県の範囲なのか、こういったことも